豊津町は福岡県東部に位置する京都郡の町である。2006年3月20日に、勝山町、西川町と合併し、宮古町となった。現在の住所表記は、宮古町帯となっている。行橋市の近郊に位置し、市外局番はで、行橋市と同一で、行橋市との関係は深く、行橋市も属している、北九州市の経済圏である。 北九州都市圏に属している。町内からは、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代の遺跡や遺物が発見されている。また、武前国の国府跡や国分寺跡も発見されており、武前国の中心地であったとされている。1866年、長州藩の第二次長州征伐により攻撃を受けた小倉藩が小倉城に火を放ち、城から撤退。 後、小倉藩は藩町を現在の豊津町に新設した。1871年の廃藩地県で、豊津県の県庁が置かれたが、同年内に小倉県に編入され、後に小倉県が福岡県に編入されたため、福岡県内に組み入れられた。1876年に起こった秋月の乱において、戦場となった。この時戦死した氏族の墓は現在、 秋月当選手の墓として残っている。当初は、行橋市、勝山町、西川町、旧市井田町、旧追城町で、京区一市五町合併協議会を発足させ、合併協議を進めていたが、旧追城町の離脱で、協議会は解散した。その後、西川町、勝山町と山町で、合併協議会を発足させ、2006年3月20日に、 宮古町として合併した。また将来的には、行橋市との合併を目指している。小学校、中学校、高等学校空港は、北九州空港が最寄りであった。現在、旧町域は、北九州空港が最寄りである。町内に高速道路はない。最寄りのインターチェンジは、以下の通りである。また町内に、東九州自動車道の宮古と四つインターチェンジが、現在、 建設中である。ありがとうございます。